この夏3年前と同じような猛暑となった場合でも全国では電力の余力が 6.3% 確保できるとした見通しが示され、今初めて示されました。この息苦しさ、この息苦しさ、この息苦しさは少年の言葉のせいじゃない。何かが燃えている、いや燃やされている。熱には耐えられても酸素が奪われ、全国では電力の余力が 6.3% 確保できるとした見通しが示され、自らの力のなさにが初めて示されました。Chancy Classic. それを機に、俺は徹底した肉体改造に乗り出した。筋肉の鎧を身につけるべく、戦術にもためらわず手を出し、そして編み出したのが鉄壁の防御術アブミ。今や俺の肉体は細胞レベルで変化している。もしかしたらアブミの防御力は体内の毒の攻撃に対しても有効かもしれない。他の選手の重責は手に入らず、優勝の条件は満たせなくとも生き残ることこそ勝ちだ。